これを1回で終わらすのはもったいないなと思ってて、バンドはね戦って強くなるんで、かっこよさとか強さを感じれましたね。結構刺激受けましたねあれから、うん、より気合いの入った鬼桜になるんじゃないかなと。まあ引き分けだからもう1回やるんじゃないですかね。息のあるツアーができたんで超えないとなっていう、スリリングさが欲しいなっていう風に俺は思ってて、お互いのバンドの在り方とかスタイルとかに感化される部分もあって、すげえ刺激をもらえて、その分刺激で返してやろうなっていう、圧倒するつもりでこのツアーは回りたいと思ってます。どこか千葉知ってて、それが彼らのすごく魅力とか、全箇所完封できたらなと思ってます。潰してやろうと思います。まあ、ダウト一丸となってね、ダウト一家だと思い、ここに潰してやりますよ。全力でぶつかるのみかなと、お互い相乗効果で刺激し合えたらいいなと思います。圧倒的な光で、まあ、照らすのみですね、はい、アドレナリンでギンギンなんで負けです。熱量を与えたツアーにしたいと思うので、楽しみにしていてくれたらなと。負けられない戦いがそこにあります。もうやる前からね、負けることがないバカいないでしょ。やるからには徹底的に俺たちの主治肉に味わわせてやりますよ。